开始我们的美食品尝之旅，谢谢观看。美食を味わう旅を始めました。ありがとうございました。Start our gourmet tasting trip. Thank you for watching.蒸鸡蛋。三个蛋，本物の卵3個の卵。卵三个，Human eggs, three eggs. 放这里吧，放这里。铁锅烙饼，铁锅烙饼，用刀叉切一下。鉄鍋焼きもち、鉄鍋焼きもちをナイフで切ってください。Pancakes, iron pot veterans, investigate. 还很烫。中间是卤竹笋烧鸡，吹一下凉一下。まだ暑いです。まとめはたけのこ焼き鶏です。吉里を催促します。Still very fat. Always feel like bamboo shoots mobile phone to urgency.三香的香味，老干妈酱入味，非常香。十三花の香り、老干妈味噌が入っていて、とても美味しいです。这个铁锅烙饼第一次做，还是很有特色的，视觉感也很好，很大气。どうして鉄鍋焼き餅のことをするのはまだ特色のある資格ですか？でもとても良くて大気です。They are all wasted. They must have made a very distinctive visual sense. Very good. Very big.
大锅，够我吃一整天了。おばさんは一日中食べさせてくれた。这满满的一大锅，够我一整天的伙食啊。この一杯のポットは私が一日中食事をするのに十分だよ。和面的罐放了三个鸡蛋，然后上面香葱，一把香葱。麺に合うのは卵を三つ慣れてから、その上にかネギを一本つける。烙饼非常劲道。老兵は非常に緊張している。这铁锅烙饼面团非常劲道，也不用发酵，加水搅拌好就可以。鉄鍋焼きもち麺はとても歯ごたえがあり、発酵もせず水を加えて混ぜるといいです。Yesterday, the pot pancake singing was very nervous, and there was no need to ferment it. Add water and stir well.昨天看了小麦的饮食史，1500年前传入中国，开始没有石磨的时候，这不是主粮，因为它的麸皮比较厚，
昨日小さい売りを見ましたが、食べ物は1500年前に中国に伝わってきて、黒煙がないようですが、その時はこれは主食料ではなく、深川が熱いです。It was commonly used 1,500 years ago when people looked at selling a little hard. 你说小麦粉、面粉是在研磨工具发明后才被创造出来的，就是石磨。あなたは小麦粉で、小麦粉はツバメの巣道具が発明されてから作られたのですか？ Wheat flour and flour can only be created after the invention of grinding tools.But there is no. 石磨将小麦磨成面粉。黒煙は小麦をひいて小麦粉にする。I didn't say wheat was ground into flour. 石磨，石头磨。模具石をすり減らしている Stone grinding tool. 石磨石头磨石臼を研ぐ石武士生姜片生生姜片 Photo 生姜片鸡肉生姜片の筋肉Ginger chicken好，我们切换下一个视频，免得单个视频太长，这个已经是三分钟了。はい、次のビデオを切り替えて、ビデオが長すぎないようにしましょう。これはもう三分になります。Well, let's switch to the next video so that we don't have this brand factory for 3 minutes. 13分钟了。13分。